ダニー・アキーのことダニエル・アキーのピントスは、スペイン・ブルシア州出身のサッカー選手。エクストラクラサの GKS ピアスト・グリビツェに所属する。ポジションはフォワード。2006から07シーズン、セグンダ・ディビジオンの CD とニリフェ戦において、16歳でプロデビューした。そのシーズンの出場は1試合にとどまった。プリメーラ・ディビジオンデビューは2008年1月20日のレアル・サラゴサ戦である。 ラシン・サンタンデール戦ではプリメーラでの初得点を記録した。U-17 スペイン代表として UEFAU-17 欧州選手権2007に優勝した。FIFAU-17 ワールドカップでは決勝でナイジェリアに敗れ準優勝を果たした。彼は3得点し、オージャン・クルキッチに次いでチーム内2位の得点数を記録した。 翌年にチェコで開催された UEFAU-19 欧州選手権2008には飛び級でメンバー入りし優勝メンバーとなった。父親のダニエル・トリビオ・アキーノはアルゼンチン出身でレアル・ベティスやレアル・ムルシアでプレーしたサッカー選手である。ありがとうございます。